リーグ再開のゲームとなりました新潟対浦和の試合、殿下ビッグスワンスタジアムでのゲームです。まずは前半24分の新潟、北川からのクロスに園田瑞希、右足を振り抜きましたが福田の正面でした。前半36分の浦和、コーナーからこぼれ球を直本、落ちたボールを長船、リーグ戦初出場となった長船のシュートでした。前半40分も浦和です。直本、菅沢、直本、右足を振り抜いていきましたがゴールの左へ惜しくもそれました。56分、中盤で受けた直本からの縦パスが1本通りました。島田芽衣が1人抱えて右足のシュート、嬉しい2試合連続ゴールが決まって先制を果たしました。70分、前線で奪った園田瑞希から神尾延べ、滝川夢、右足を振り抜きました。滝川今シーズン3点目、笑顔も見られています。この右足を振り抜いてシュートの意識を持ったという滝川が追いつきました。そして後半の81分、フリーキックに石川リオン、ヘディングで合わせました。嬉しいゴール。石川リーグ戦初ゴールとなりました。1対2アウェーの浦和が勝利を収めています。